テリーを助けたなんてアルバートさん強いのね。ま、喧嘩じゃ僕の方が場慣れしてるからね。それじゃあ、あなたも問題児だったんですか。今でもそうさ、多分一生問題児だよ。僕も。テリーが笑ってる。窓からの光をいっぱい受けて優しい笑顔で、よかった。でももうテリーのことなんか知らないって神様に誓ったのに、それなのに、それなのに。キャンディーにはなぜか気になるあいつでした。